鳥山石燕、今弱百鬼周囲より、騎士、果て小僧、騎士果て小僧は、鳥山石燕の江戸時代の妖怪画集、今弱百鬼周囲にある妖怪、騎士垣小僧との表記もある。ガトには、全身垣に覆われたカッパのような妖怪が描かれており、石燕による道書の解説文によれば、ヤスリのような葉を持ち、川辺で魚を捕るものとされている。山口県の民語には、 滝ワロという山の妖怪があり、これが海に入ると縁故になると言われ、滝とは崖を指すことから、騎士派手小僧はこの滝ワロの類との推察もある。水木しげるロードに設置されている騎士派手小僧のブロンズ像、水木しげるの著書によれば、口を開けた姿が歯車のガ木に似ているところから、ガ木小僧とも表記し、おかっぱ頭のような髪、手足に水かきを持ち、 魚を捕らえて頭から食べるとある。岸辺で岸果て小僧に遭遇した魚屋は、最も安くて大きな魚を一匹投げて逃げ出したと、されている。実際には、今弱百奇襲以外の古典や、民間伝承に、岸果て小僧の名は確認されておらず、文献によっては、伝承を伴わない、絵画のみの妖怪として分類されており、石炎の創作物との指摘もある。 そのような事情から民間伝承におけるカッパと同類とは言えないとの意見もある。ありがとうございます。